皆さんこんくらー。ペーパーマリオ RPG、マリオ使用禁止縛りのパート5です。今回挑むはステージ5、トロッコアイランドの大海賊。暑い夏にぴったりな海とお化けな海ですよ。ただし縛り的にはお化けの敵よりもステージギミックがしんどすぎる島です。どういうことかと言ったら RPG なのにアクションを求められるんですよ今回。雑戦はいつもので処理できるからいいとして、とにかくフィールド上のアクションが多い。通常プレイではそこまで難しくないと思いますが、1ダメージすら食らうことができないとなると途端に難易度が跳ね上がります。前回のステルスゲートいい、ジャンルが変わってきたなこの縛り。マリオは殴れないのでノコ太郎の力を借りて、バレルが仲間に通う。仲間の中で最も耐久力が高いので、タンク役として使っていきます。その後もアクションに苦戦しまくりながらトロッコアイランドを進めていきましょう。雑魚敵も戦闘自体は簡単だけどいやらしい配置にいるものが多いです。これも半分即死ギミックみたいなものですね。こことかお渡し機だと最高にヒヤヒヤします。RPG なのにアクションの方が肝が冷える。何十回もゲームオーバーになりましたが洞窟最奥に到着。ボス戦用にバッジを装備し直して、以外ドムはステージ5のボス、コルテス戦。HP20、防御力1なのでチャージ3回のスキップドロップで倒せます。パワープラス P をつけてもチャージ回数は変わらないので今回もつけていません。甲羅かぶせたらあとは棒立ちしているだけでもノコ太郎が強い。防御プラス P 様々ですね。チャージ完了したのでスキップドロップでとどめ。これで倒したと思いきや、ステージ5なのにこんなにあっさり終わるわけがないですよね。コルテスは HP を0にしても2回復活します。なので実質的な HP は60。第2形態は攻撃力8の全体攻撃を使用する恐怖。ただし事前にチャージするので前もって回復や交代などをしておけば対処可能です。まあ直後にマリオへバケツ下されたらどうしようもないですけどね。第2形態もチャージスキップドロップで終えたらいよいよラスト。第3形態との戦闘です。4つの武器が各々の攻撃を仕掛けてきます。つまり雑魚敵を4体召喚しているようなもん。複数体による攻撃はステージ3のブロスたち同様苦手ですが、今回は対象が浮いている。空中の敵は吹き飛びやすい。ということで食らうダメーさん。コルテスの武器を全て吹き飛ばし、大幅弱体化させてやりましょう。そしてこの状態のコルテスはめちゃくちゃ弱い。ガードしやすい攻撃な上、防御系バッジのおかげで火力もない。赤子の手をひねるようにチャージ完了して最終形態もとどめです。コルテス戦は倒し方に気づけるかの戦いなので対策立てていれば簡単でしたね。ステージ5のボスは倒したけどこの後にもう一戦分バトルが残っています。レベルが上がってしまうので次の戦闘までには HP を減らしておかなければですね。というわけでいつもの、ちなみにレベルアップは BP 増やしました。そろそろ素早くカワールをつけたいですしね。フラワーフェールもあるから FP の代用もできる。ということでロボなしはプロローグ以来のペケダー戦。HP30、防御力0なのでパワープラスコミのチャージ3回スキップドロップで倒します。今回は大群分断員も引き連れてのバトルですが、こいつらには致命的すぎる弱点があります。まずは1ターン目の動きを見てみましょう。お分かりいただけたでしょうか？わからなかった人のために2ターン目。はい、というわけでこいつら、前衛の仲間しか狙わないんですよ。なのでマリオを甲羅で守るまでもないです。防御アップ系のバッジで攻撃耐え切り、返しのスキップドロップで撃破。ただしコルテスよろしく、ペケダーも全回復からの第2形態が用意されています。舞台裏に引っ込んで回復してますね。何をしているのか気になる。復活後は軍団員の数がどえらいことに。さらに全体攻撃を使用してきます。敵が攻撃する前に甲羅で守りたいのですが、このターンは仲間が行動済みなので動けない。やばいぞ、確定行動で全体攻撃が襲ってくる。マリオー、ラッキーで避けてー。はい。分断面の全体攻撃は予備動作が長く、簡単にスーパーガードを成功させられます。なので第2形態の方が弱体化しているように見える。何がしたかったんだこいつら。まあそんな間抜けなところがペケダーの魅力ですけどね。ステージを終えたけど戦闘が少なかった分まだまだ時間があるので、このままステージ6もやっていきます。と、その前に少し寄り道。まずは HP をマリオでおなじみ、調整や、ステータスの調整ができます。マリオの使わない HP を減らし、その分 BP を強化。お次は最後の仲間、シチュリーナ参戦。ぶっちゃけ縛りと相性悪くて使いにくい。そして仲間をさらにランクアップさせます。矢印とかいう意味不明なの手に入れて、DRに話しかければ OK。これで代々基地のスキップドロップ回数が5回から6回になって強化。最後は料理のレシピを増やす。雷ゴロゴロと雷ドッカンの組み合わせで出来上がる料理。これがないとマジのガチで済むので絶対に調理しておきましょう。
出来上がったのは試練の鍋。効果を知っている人はどこで使うか予想してみてください。知らない人はお楽しみに。準備を終えたのでステージ6、リッチリッチエクスプレスの3日間やります。ステルスゲー、アクションゲーときて今回は推理ゲームです。だから戦闘も少なめ。推理パートは縛りと関係ないのでざっくりカット。強制戦闘もクリボーの湯なので語ることないです。ということで2日目の夜、ベッドで寝たら翌日の朝にはボス戦です。ベッドで寝る？まさか。HP 回復しちゃったー。ボスと戦うにはベッドで寝て HP 全回復するのが必須条件。故に HP を1に戻す必要がある。しかし寝室からボスエリアまでの区間に雑魚点も穴もトゲも存在しない。列車内なので他ステージへ移動することもできない。つまり体力を1にする方法が存在しないのです。縛りのルール上、回復したら HP を1に戻すのが最優先事項。だけどダメージを食らうことができない。どうしよう。この難題が解決しないままステージ6のボス、モアモア戦まで進めちゃった。前述の通り HP が1ではないので仲間含めて戦闘することは許されません。そこで先ほどの料理が活躍するのです。試練の鍋、 SP を全回復する代わりに使用者の HP が1、SP が0になるアイテム。これで強引に HP を1に戻せます。ちなみにフィールド上では使えないので注意。バトル中に食べましょう。これで戦闘ができる、と簡単な話ではないです。むしろここからが疑問。縛り上、マリオ自身がアイテムを使うことができないので仲間に使用してもらった結果、1ターン目は甲羅の守り不可の完全無防備状態。その上のアモアは1ターン3回行動でスーパーガードも決めにくい強敵。さらにペケダーと違い防衛も狙ってくるのです。つまりですね、結論を言わせてもらいますと、このモアモアとかいう敵、史上最強のボスです。いやいや、スーパーガード決めればいいし、ラッキー回避もあるから乗りすぎでしょ、とか重いかもですが、2ターン目以降もまだまだ地獄。試練の鍋の影響で HP0 なため、結局甲羅の守り使えないんですよ。そのためテレサの服でその場しのぎをし、3ターン目に HP 回復。この時点でアイテム枠3個も消費して、仲間は3ターン分の攻撃を受ける。4ターン目でやっと甲羅を使いましたが、2回殴られるだけで破壊されます。モアモアは1ターン3回行動なので甲羅で守っても即破壊されるケースも多い。しかもアクションコマンドをうまく決めないと甲羅の耐久が落ちて一撃破壊されてしまう。もしもそんな状態になったら絶望です。そこで作戦変更。甲羅がすぐに壊されてしまうのなら、先に敵の手数を減らしてやりましょう。モアモアは触手ごとに体力が設定されており、すべての触手を破壊すれば攻撃してこなくなる。この隙だらけの時間を利用してチビヨッシーでチャージを貯めましょう。しかし一回チャージした直後、予期せぬ出来事が。なんともう触手復活です。しかもすぐ殴ってくる。なので触手全破壊しても1ターン休むだけで次のターンでは何事もなく襲ってきます。さらに厄介なのは全体攻撃しても触手にダメージが入るだけで本体は無傷。破壊した次のターンで本体を殴りたいけど、そしたらすぐ復活する触手でマリオが危ない。かといってマリオを守ってたら本体を倒せない。どうしたらいいんだ。その後も負け続けて数十回。こうなったら、手に腹は変えられない。あれをやるしかないか。ほら、客が来たぞ、起きろ選手。テレサの副番組じゃあ。9着買ったので合計18ターン無敵。モアモアを倒すためのチャージ回数はを。HP 回復するターンも含めて6着あれば安心。そこに万が一の保険で追加3着の合計9着。さらに触手破壊用の雷ドッカンや各種回復アイテムで挑みます。観客からの手厚いスパチャもいただき、やっととどめの時間。過去1苦戦しましたが、なんとか勝てました。ただ、自分の中では腑に落ちない。この先も透明になってチャージするだけでほとんどのボスを倒すことができるでしょう。だけどそれって縛りプレイなのに簡単だし、何よりワンパターンでつまらない。ということで縛りルール追加。この先、テレサの服の使用を禁止します。今回だけは許してちょ。次回からは使わないので、現在のアイテム所持上限は15。すべてテレサの服で埋めたら15回チャージ可能。パワープラス P なしでも防御ゼロの相手に171ダメージも出せるのでぶっ壊れです。こんなの禁止にしないとダメでしょ。途中からルール変更してしまい、本当に申し訳ございません。リメイク発売即縛りプレイ始めたのがアダとなってしまった。
今作でアイテム上限増えたことを知ってからルール考えていれば、テレサの服のヤバさに気がついたかもしれないのに。投稿者、一生が深く。あ、ステージ6はボス戦後もクリアまでに敵が出現するので一応映像流していますが、まあさすがにそこら辺の雑魚に負けることはないので無事ゴールできました。てなわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回のパート6でお会いしましょう。